どうもメンディーです。今回のムーブオンは立春を迎えたこのなんとも、ポカポカしてきた2月の、この木漏れ日を全身で浴びるショート散歩を、皆様と一緒に楽しみたいと思います。というわけで今回のね、スタート地点は江戸川橋ということで、ウォーキングをするコースの中に入っているお気に入りのスポットなんですけれども、いやーなんか、ここのとこね、こうとてもインフルエンザが爆発的流行、2019年の、1月2月という感じだったので、あまりそういう金をもらいたくないなと思って、表に出てなかったんですよ。家の中でストレッチとかしたり運動したりはしてたけども、なのでこのムーブオンというプログラムはね、撮影とかこつけてしたいことができたり行きたいところに行けたりするので、この冬に遠のいていたいつもの私のテリトリーに帰ってきたっていう感じで、でまあその私に付き合わせているだけでは申し訳ないので、ここのこの景観の、素晴らしさを皆様にご紹介したくね、やってまいりました。今日ねもう太陽が光が強いのと、あともしかしたら花粉かな、すごいね今I'm crying って感じです。それでもなんかこう感受性がこの日の光で刺激されてるのかもしれないけど、なんてね多分ね花粉だこれ。そうここの私の中でね、この水鏡がすごく好きで、これはね神田川らしいんですけど、昔はさっき、調べていただいたんですが、ここも江戸川っていう川だったらしいのですよ。で今江戸川っていうとね、だだっ広いというか割と大きな川のイメージだったから、なんでここが江戸川っていうんだろうと思ったら、昔はここが江戸川っていう名前だったのらしいぞよね。なんかそこのこれ上高速が通ってて、これ早稲田出口が向こうの方にこう続いてるんですけど、でなんかこうなんつうんだろうな、水鏡にこういうハイウェイと、でそれから今はね灰色に煙ってるあの木々たちは時期に目を覚ます桜の木々たちなんですけれども、自然豊かなこのものと人工的なものとのこの対比っていうのはやっぱ私は好きみたい。先月2019年1月のムーブオンでも、渋谷で取り上げましたけど、片側は昔から残る景観で、片側は新しい景観、新しいって言ってももうこの景観になってからだいぶ時間は経つんですけどね、ただ私はとても好きで、ここから見えるその四季春夏秋冬がすごく好きです。でね水鳥がね、その季節の水鳥がこの冬場になってくると現れたりして、なんともね今日は平和だわ。そうでもうすぐねここがまあ大きく江戸川公園ってこう書かれているんですけれども、この、神田川沿いが、以前だいぶ初期の頃のムーブオンで紹介した椿山荘がね
向こうに行くと現れてくるんですけれども、この辺りが割と最近ね整備されまして、こうねデザインとかも本当に現代的なものに、なって、トイレなんかも新しくなって綺麗なんですよね。でこう天気のいい日はランナーの方たちがああいう風に走ってったり、家族連れの方とかがねここで遊んでいたりとか、すごく素敵です。でもうあとそうだな2ヶ月後にはこういう景色がこの江戸川橋の上から眺めることができるわけで、本当にねずっと桜の木が続いているんですよ、この神田川沿い。いやー寒いとね本当に花はまた咲くんだろうか、春は来るんだろうかってねたまに思うことがあるんだけども、冬を越えて春になった時のその喜びと切なさみたいなものを感じることができるのはやっぱこの日本の四季の宝ですかね。さっき曇ってたあの桜の木々たちが色づく日をちょっと心待ちにして頑張れちゃう。やっぱこの自然の力っていうのはすごいですね。でそれに沿ってこう作られたこういうね整備される最近の公園とかも私はすごく好きです。やっぱり自然とどう寄り添うかなんだよね。ああいう偶然も好き、水面がこの首都高のね鉄骨に映って素敵だなぁが雲みたい。道路沿いをねこう五穀寺向かってまっすぐ行くのもいいんだけど、この高架下だと人気がないから落ち着いて歩けますね。そうこういうスポットが出てくるんですよね、高架下。こういうふうに分かれてるんだ。児童遊園ってことはやっぱ子ども向けなんだよね。あまり気にしたことなかったけども、子どもがいない時はね大人の方も使ってらっしゃる方とかいらっしゃるし、ご年配の方とかもねこういうところでね健康を作るのよ都内の人は。いや本当にでもね増えてきてますよ、高架下とか今まで無駄になってしまってたスペースをまあ以前御徒町の方を取り上げた時もありましたけど、あれは山手線の真下を、山手じゃないか、あれは中央線、山手か、お店にしてこの土地の文化を伝えたりだとかっていうのありましたけど、ここはねこの土地の人の健康をキープするためのスペースともいえるね。ヘルスビートって書いてあるもん。だってここ絶対使い方間違ってるけどなんかジャンプしたくなるの。そう通りに出てね五穀寺の方に向かうこの左手側に講談社があります。いやー綺麗、柱が綺麗、
この石造りの建物がもうたまらなくて、わあ、これからお寺に行くっていうのにこの石造りのものがその行く道にあるっていうね、途中にあるっていうのが贅沢ね。素敵な散歩コースでしょね。わあ、たくさん本がある。さて、もう五穀寺前に着きました。そこは忍ばず通りで、なんというあっという間だわ。さあ到着しました、五穀寺だ。あー、そっか、立派な門だ。失礼します。すごいね。振り返るとね、またこっから見えるこの景色もね、いろんな人がやってまいるという。すぐ横に学校があるから、この五穀寺の階段とかをね、若い学生の人が走ってね登ってくるの、部活の体育会系の人が。一生忘れないんだろうなと思って、そういうこの風景とかね、焼き付いてるんだろうなって。貴重な財産ですよ。はあ、私もなんかそんな気持ちで一段ずつ登ってみたいと思います。わあ、素敵。このここから見上げたあの木のシルエットとこの門のね、そして門の奥に五穀寺のこの屋根が波打ってる、こう上。わあ、もうこの一段一段ずつワクワクしてくる。あー、素敵だ。あ、お邪魔いたします。あー、見えました、見えたよ。あー、すごい。ここから見て、ここの位置から見えるこの五穀寺と、で片やね、こっちには塔があって、見えますか。で今登ってきた道をね、見下ろすことができるっていう、改めて素敵な場所です。こういうお寺、神社もそうだけど、お寺もそうだけど、教会もそうだけど、そういうところに足を運ぶと、こう、なんで世の中にその宗教っていうものができて、でその一つの括りじゃなくて、いろんな宗教で、同じ宗教でも宗派が違ったりっていう、そのなんだろう、文化の違いだったり、
国籍の違いだったりっていうことだけじゃないと思うんですね。なんかいろんな宗教があるっていうのは、私はまあ、無宗教なんだけど、その分なんか考えますね。無宗教だからなんか本当にいろんな思想を知りたい。どうしてこうなったのかとか。ああ、そうだ、もうこれ解禁されてる頃には終わってしまってるけど、実は明日がね節分で、その式典の準備みたい。だからこれもこのタイミングじゃなきゃ見れないんですよ。だからこれを見て行きたいと思った方は、来年2020年オリンピックの年の節分にぜひね、まあ、前日だから今日やる何をやるわけじゃないからね、こういう催しですっていう案内はできないんだけど、きっと賑やかになることでしょう。親子連れだったり、友達同士だったり、恋人同士だったり、新婚さんだったりとか。こう近くで見ると本当に、いやすごいね、本当に素敵だね。もう何百年もずっと残ってるわけで、大きな地震にも耐えてね。そう、私はね、なぜかわからないけど、このここのね、この角度から見た時のこの護国寺の姿が、で今ちょうどこの時間ね、この屋根の方に光が差してるんですよ。いいタイミングで来た。なんか富士山みたいだね。今回のムーブオン、江戸川橋から、高架下経由でここ護国寺までやってまいりました。本当にここに至るまで、和洋折衷というか、石造りの講談社のような様式の建物から、この護国寺のような日本古来の素敵な建築物、いろんなものを堪能することができました。で、改めてなんかこう一つの町の中でいろんなこういう国の文化が集約されてるっていうところが、この日本の宝なんじゃないかなと思います。このムーブオンというプログラムをご覧いただいている、方で、あまり東京に足を運ぶ機会のない方、またはこれをご覧いただいている海外の方なんかがいらっしゃったら、そういう、東京の決して有名なスポットだけではなくて、小さな町の中にいろんな宝石が散りばめられた宝箱のような町だということを知っていただきたいです。またこれからその宝探しの、助っ人になれればなと思っておりますので、来月はどこへ行こうか、今からも先のことでね、頭がいっぱいです。というわけで、メンディーでした。